なにしょっちゅうやってない。しょっちゅうだから俺なんかもう何回死んでるかも。あれってさ、発表の場だったんでしょ。そうだね、俺がね、なんかほら映像で残ってるぐらいだから。そうそうそう、なんかあれでもお金を取って、まあ父兄とか、まあ誰でもあれなのかな、結構何百人ぐらい。まあでもお金は取ってたってことは、まあ、興行の一つ。そうそう、だからまあ子供であろうがプロフェッショナルなパフォーマーだよね、うん、俺からしたら。お金を取ったりしよう、ね、取って、で同じバンドだったらもう、チームの仲間っていうか、メンバーだから、まあジャズ的に言えばそのもう対等な、対等なパフォーマー同士っていう、まあ。その叩いちゃった人っていうのは一応先生、先生らしい、先生っていう立ち位置で、その生徒さんを叩いちゃった。そうそう、なるほどね。でそれほらパフォーマンスの最中にしゃべって、そうなんだ、だからなんか終わった後じゃなくて最中、真っ最中に本番中にやっちゃったんだ。まあそう、一応じゃあよく知らないかもしれないから言うと、なんだっけな、まず、まあ、ドラム叩いてる子供が、多分約束で、まあ、ここはちょっと、まあ、メディアのあれだから、俺も 100% じゃないけど、まあ、メディアによると、例えば30秒ドラムソロやっていいよっていうのが、もう3分もやりやがったみたいな話があって、なるほどね、でも30分じゃない、3分ぐらい、30秒が3分になったとか、で、やめないから、他の子供に迷惑かかるだろう、みんなも一生懸命練習してきて。だってそんなのさ、そんなにしょっちゅうやってない。しょっちゅうだから俺なんかもう何回死んでるかも。まあでもそれで言ったらぶっちゃけで、じゃあニューヨークのジャムセッション行ったら、まあそんなやつ誰かが。なるほどね。だからそれでそもそもジャズが、ジャズがそういうやつらの集まりだ。そう、そういうところから発展してきた、アメリカの文化で。間違ってても、俺正しいって顔して聞けっつって。あ、そういう、そうかそうか、彼がやったのはオーケストラでもなくて、いやオーケストラかな、オーケストラので、だから多分プラスセクションとか、あ、なるほど、あの結構大きいバンドっていう、あ、そこの中で多分ドラムが、じゃあジャズと言っても、まだこうオーケストラより、まあ、ちょっとそうクラシックより、すごい、だから 4,5 人ぐらいのバンドじゃなくて、確か、まあ10何人とか、それぐらいな感じ、でもジャズはジャズ、でそのドラムソロっていうのがあったらしい、でもそれがまあ、約束より長くしちゃった、まあ、約束より長くなるというのはジャズの本当のあれでもしょっちゅうあるから、まあ、でちょっと全く驚かないっていう、むしろアメリカだったら誰も驚かないような話で、なんか映画みたいな、まあ、映画のセッションみたいな。ああ、そう。俺それ 見てないんだ。ああ、そうなんだ。そうそうそう、だからまず驚かない、まあ、ちょっと長かったっ、で長かったんだけども、いきなり殴ってない、なんだっけ、最初長いからやめろみたいな。あ、だから、まあ、先生はまあ指揮者だったから、指揮を前の方でやってて、奥の方でやってたから、そこにタン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 多分来たんだよね、そばに。そこでなんだ、スティックをやめろって言ってもやめないから、スティックを取り上げた。あ、取り上げた。取って、取って、で、これがまあここのポイントなんだけど、取ったんだけど、それ取り上げて、まあ、ちょっとソーシャルディスタンスが近づくこう取って、これをね、パンって床に投げつけたんだよ。あ、俺のスティックが、うん、そう、叩きつけられた、叩きつけられた。だから俺からしたら、これは普通に客観的に見たらもう感情だって、ね、取るんでやめさせなかったら取ったで、もう終わりだね、もうそこでね、目的は達してるんだけど、すぐに投げつけてるってところがもう、あ、まあ、それがね、やっぱ譲って演技で俺は怒ってるぞっていう、なるほどね、周りに対して、ね、まあ、その子に対しても周りにしても示すために冷静に怒ってるふりをしたっていうならまたそれは別、まあ俺はそうは思わないけども、まあ感情的にスティックだったからよかったけど、これ金管楽器とかだったら、まあぶっ壊れる、壊れる。だから同じ楽器を、ミュージシャンとしてもね、楽器を投げるっていう行為ができないわけ。じゃあ怒ったら俺がこれをバカ野郎って投げるっていうのはちょっと音楽とか楽器に対するリスペクトがある人間にはできないかなと俺は思う。そういうことね。だからお医者さんがその器具とかちょっと投げないって怒ったって。だからあと、まあ、柔道家が柔道着をピーンって投げつけてるとかっていうのは本当の柔道家が、いや俺はできないと思ってる。でそれを投げつけたところはまだ暴力じゃないのか、ね、そのものだからやつ当たりだね、まあ、ちょっと乱暴だけど暴力とは言わない。でそこでその生徒が
だからハンドドラム手でやったの。そう、だから手で叩き、本来ほら、まあドラムって普通スティックでブラシとか手では、まあ特殊な奏法でだけど、ね、基本的には手で叩くもんじゃない、パーカッションじゃないから、それ手ですぐに躊躇なく叩き出したところで、すげえすごいね。その、だって発想がない。あ、普通はほら、じゃあ10代のほとばしっちゃったわけ、ね、そう、だから情熱とそのパッションが 10代で、中学生ぐらいで、そのじゃあ日本で巨匠と言われる大御所とか、そういう有名な先生が来て怒ったら、普通はわっとビビっちゃうよ ね, ね。だけど、俺はまだやりたい、できるんだ、プレイできるんだっていうのは、まずクリエイティブな、その発想がすごいし、あ、まあ、その意欲、ね、あ、まあ、英語でスポンテニアスとか、まあ、自発性みたいな、それがすごい大事なんだけど、ジャズって。日本人って、宿題を与えられたら、それをこなすっていうのは得意じゃん、これを練習しなさいって、はい、わかりましたって。でも、自由になんか研究してきなさいって言うと、すごい難しいわけで、だからその自発性、俺はこれをやりたいから、この練習してみたいから、どうだろう。まあ、それすごく大事なところなんで、ジャズって。で、その、まあ、日本の子供でそういうの持ってるっていうのは、あ、すげえなって、まあ、単純に思うところだけど、なるほど、なるほど。でも逆に、それがまたけしからんってなったんだって。今度は、こうやって来て、こう髪の毛を掴んで、ふわってちょっと、だって、ちょっと品がないって。それさ、あれでしょ、もう一回聞くけど、演奏中でしょ。だからそう、プレイ中の話で、そうだから漫画のシーンとしては面白いんだけど、まあ、それだって楽屋裏でやったんじゃないんじゃないの。だから人は客がいる前で、お金払ったお客さんが見てる前で、お客さん払ってる、だからそこで紙掴んで、今度なんか振り回して今度ピンタピピンとかなんかやってる、まあそれがどれくらい痛いかはね、遠くから見てる人間には分かる、でも普通にピンタしてるように見える。あれなんだ、あの何がいつも言ってるんですか、格闘技と音楽の融合の最初の人なんだな、じゃあ。まあ、そうね。まあ、それはちょっと残念な融合だと。それだけど、だから結局、まあ、それはどう考えても、誰がどう見ても暴力になって、そうだね。それはもう、プロレス見に行ってるわけじゃないからね。そう、暴力でね。それが、そのシナリオがあるのか、そこなのか、まあ、そういう問題じゃないか。でも、お客さんが来たら、びっくりしちゃうね。それ、でも、やらきしちゃうよね、そしたら。うん、いやちょっと辛いよね、お金払って客の立場で、うん、で、まあそれは完全に暴力だから、まあ感情的になってるんですよ、うん、そのスティックを叩きつけた、うん、だから必要ない、もう取り上げたところでもしかしたら終わったかもしれないのに、その確認を、ね、その子供が辞めるかどうか確認するもう以前に前にボンと叩き、もう感情が出てる、それで来て、まず髪の毛をこうやって掴んでっていうのはもう感情が出てる、怒ってるっていう感じにどう見ても見えるから、だから体罰に怒り、個人的なパーソナルな怒りが出てると、だからそこはもう体罰じゃなくて俺は暴力だと、だからダメな、体罰として認められない事例なのかなっていう、それプラス、じゃあそれはまずダメだ、だからそれが客前じゃなくても体罰としてちょっと成り立たないかな、でなおかつそれが本番のお金取って楽しみに来てる多くの何百人っていうお客さんがいるところでそれをやるっていうのは、例えばほら俺たちが飲食店とか行って、うん、ラーメン屋とか行って誰かちょっとスタッフが粗相したと、うん、お水が出し忘れてなって、うん、この野郎とか言って、うん、その店主がピシッとか言って、うん、そこで、うん、ああ先生すっきりしたとは思わないよ、客は、うん、むしろ辛いな、金払ってなんか人の説教なんでこんなの見せられるの、ね、その不機嫌な天使が感情を出して怒ってるわけ、それはあの裏で教育が客に出る前、ステージに上がる前に教育しておくべきことで、でまあ残念なことにそれが成り立ってない場合はまた後でその場ではお客さんの前でフォローするのが天使の仕事だと思う、リーダーだね、リーダー自分の責任じゃない、だってその店の責任者、だから自分がすいませんって謝ることは申し訳ございませんっていうのがあっても、うん、この野郎ってお前ふざけるなっていうのはおかしいです、じゃああなた謝るところだ、確かに、でそれで金払って説教を見せられて不愉快になって、だからプロとしてそれは俺は失格だと、パフォーマーとして、だって誰のためにやってるの、子供のためじゃなくてそこはもう本番なんだから、うん、
自分のためのお客さんを楽しませるのがあれでしょ、まあね、あのスポーツマンでもミュージシャンでも別に自己満足のためにやってるわけじゃない。俺がすごいんだって見せつける場でもない。俺はこんなに暴力できるんだって虚勢張るところでも、そこでも俺は失格だと思った。レッスンの間に起きたことと多分その本番のお金をもらってパフォーマンスを見せてお金を取るっていう行為は明確に分かれるね、そこはね。そうそう、だからレッスンでも俺はその体罰としてやばいかもしれないってことが、うん、ちゃんと冷静にコントロールして、うん、子供をね、本当こんな殴るっていうのはそのリスクが伴う行為だから、ものすごく慎重じゃなきゃいけないんだよ。到底それとは逆の感情的に、うん、なるほど、流れでそういうふうにやる、うん、しかもパフォーマーとしてプロのパフォーマーとしてちょっとやばいの。ちょっと長くなってしまうので一旦ここで、切ります、また後日改めて、続きをアップしたいと思います。ありがとうございました。